当に来るとはな。だが俺は妥協を知らない男、価値なしと判断したら消えてもらうぞ。はい、分かってます。オリベ翼、行きます。いつき君と一緒に考えたポーズだもん。大丈夫、これが今の私の最高のパフォーマンスです。素晴らしい。大好きなあの人との初デートのためにちょっと頑張っちゃった。そんな元気いっぱい、遊び心いっぱいのカジュアルファッションと照れが見え隠れする微笑みとが混じり、抜群のハーモニーを生む。あざとい、だがしかし嫌味じゃない。そのさじ加減こそが10代のリアル。これぞまさに等身大のオリベ翼だ。そうです、こう撮ってほしいとか私にはまだわからない。だからこのままの私で勝負するんです。これだ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 、こういうのでいいんだよ。俺が撮りたかったのはベストショット、いただきました。なんだ小娘、そのこびた格好はよ、恥ずかしくねえのか。恥ずかしくありません。私を見てくれるみんなに最高の自分を見せたいから。彼女の言う通りだ。アートのあの字も知らん素人が口を出すな。おい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 、なんだよ堀の沢、てめえはそんな青くせえ小娘がいいのか。そんなんで満足できんのかよ。確かに彼女の技術はまだまだ未熟だ。だが彼女のポーズには心がある、意気込みがある。はじめはそれで十分だ。おいおい、興ざめだぜ。てめえはその程度だったのかよ。ぬるい男だな。おい、貴様こそ写真というアートを理解できんようだな。そんな野郎が俺の中にいるなんざ、許さん。俺から離れろ。いつき、今ならあのミラージュをカメラマンから引き剥がすことができるのではないか。ああ、やってみる。邪魔をするな、邪魔だ。はっ、俺たちの力を見せるぞ。行くぞ、カルネージフォーム。運命を切り開く。さあクライマックスだぜ。それいけそうね。フォローミー。やったわ。絶対に負けられない。いいわよ、いけんだよ。俺に続け、繋いでくれ。繋いであげる。やったわ。ほら出てこい。お前らは俺の盾だ。
あとはこいつをぶちのめすだけね。やるな。セッション行けるぜ。一番やり、君頼むぜ。援護、行くわ。終わりにしてあげるわ。輝いてるぜ。セッション、行ける。行けんだよ。俺から行く。行けんだよ。呪いの力、たまりにたまる。しまった。クロム、クソ。せい、いいね。お前らは俺の盾だ。クズが。かっこいいとこ見せないと。いいわよ。ついてこられるわね。おや玉打ち取ったり。私の秘術、キリアだけに。俺のとっておきだ。受け取れ、トーマ。いいか。マイコさん。みんな。ありがとう。どうやらみんなに助けられたみたいね。いえ、マイコさん、助けてもらったのは私の方です。マイコさんの写真集がなかったら私どうなってたか。マイコさんの写真を見たから大切なことに気づけたんです。写真集、もしかしてマイコンプレックス。はい、あの写真集のおかげで自分なりにヒントをつかむことができました。そっか、翼ちゃんの役に立ってよかったわ。マイコ。ノブ。オリベ君。はい。さっきまでの俺は正気じゃなかった。でも君が見せてくれたパフォーマンスのおかげで目が覚めた。ありがとう。俺はどこかで今のアイドルはダメだと決めつけていたんだな。その曇りを君のガッツが晴らしてくれたよ。今もモデル魂を持ってる子はいる。俺は今写真を撮りたくてたまらない。オリベ君、いい写真を一緒に撮ろう。はい、こちらこそ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいぞ、オリベ君。
かな、いつきくん。私、うまく撮影できてたかな。うっかり恋に落ちそうだった。トーマが写真集を見て興奮してたのもわかる気がした。え、あの、恋って急に何を言い出すのかな。キリアさんが言ってた見るものを魅了するパフォーマンスってこういうことなのかなって思ったんだ。今の翼の写真だったらファンの人たちの心もつかめると思うよ。どうしたの？なんでもないです。それはそれとして、ここまでできるようになったのは樹くんのおかげだよ。本当にいつもありがとう。地方から帰ってきたばかりでいきなり仕事なんて、人気者はつらいわね。何よあなた、私の顔に何かついてる？あ、いや、別に。まあいいわ。じゃあね、私はもう上がるから。目立つ子だったな、今の女の子。撮影、無事に済んでよかった。頑張った甲斐があったわね、翼。ああ、どうしよう、イツキ君。キリアさんに褒められちゃったよ。そういうところは変わらないのにね。あなたの成長、楽しみにしてる。キリアさんって実は面倒見いいですよね。そんなことはないわ。でも今回の渋谷の一件、前の106の時よりもさらに被害が広がった。敵も次第に強くなってるし、良くない兆候よ。うん、キリアの心配もわかるわ。このまま事件のたびに後手後手に対応してたら、被害がどんどん大きくなるでしょうし。やっぱり諸悪の根源、敵ミラージュをまとめている大将を叩かないとダメね。問題はそいつをどうやって見つけるか。そもそも敵ミラージュのリーダーってどんな人なんでしょうか。のんのん、ミラージュは人じゃないわよ、いつきくん。ああ、すみません。敵のボスミラージュが取り付くんだったらどんな人だろうって意味です。そんなの、敵のボスなんだから芸能界のドン。そうよ、今までの事件も上位レベルのミラージュは人間に憑依してたじゃない。漠然とチキみたいな存在をイメージしてたけど、この世界で活動するなら体があった方が圧倒的に有利だわ。敵のリーダーはノブに接触できる立場にいる芸能界の誰かに憑依している可能性大って感じ。で、ダメだ、これじゃ範囲が広すぎるわ。全員を調べる必要はないと思いますよ。どういうこと？堀之沢さんはミラージュに疲れた前後で性格が変わっているはずです。そうか、ノブに敵が接触したとしたらその直前。ナイスよ、いつきくん。よし、私の人脈総動員して調べるわよ。と、そういえばそろそろあの子が来るわね。あの子？待たせたわね。帰ってきたわよ、ハリウッド的に。なんかこっちが大変みたいだから予定を巻きに巻いて地方から戻ってきたの。
お疲れエリー。この子はユミズル・エレオノーラ。彼女もミラージュマスターでうちの事務所に所属する若手女優よ。君は撮影の時の？そう、私は今売り出し中の女優。いずれハリウッドのトップに輝く女よ。あなた撮影の時もいたけど、うちの人間だったんだ。新米ミラージュマスターだよ、青井いつき。よろしく。マスターなのね。何を目指してるの？いや、まだ自分に何の才能があるのかわからないから。なんだ、じゃあ本当に右も左もわからないひよっこなのね。だったら困ったことがあったら私を頼りなさい。先輩が後輩をきっちり育てるのもハリウッドでは常識だからね。それはハリウッドに限ったことではない気がするけど。ところでエレオノーラは？エリーでいいわ、みんなそう呼んでるし。それがハリウッド的よ。ハリウッド的？そうなので、何？エリーはハーフ？ええ、そうよ、ママがヨーロッパ系なの。なるほど。何？今時ハーフなんて珍しくないでしょ。いや、エリーって綺麗だから映画とかドラマに出たら映えそうだなって思ったんだ。そうやって私を怪獣しようってわけね。それくらい分かってるんだから。いやいや、そんな意図はないよ。それよりエリーはどんな作品に出演してるんだ？はぁ、いつき本気で言ってんの？今期の話題を片っ端からかっさらってく予定のドラマ、恋するタンポポを知らないわけ？悪い、知らなかった。そんなにすごいドラマなんだ。そうよ、それで私もこのドラマを足がかりにして一気にメジャーになっちゃうんだから。なるほど。何よその反応。いいわ、これから見てなさい。近いうちにテレビで私の顔を見ない日はなくなっちゃうんだから。そうなるといいけどね。何よその上から発言、気に入らないんだけど。上ってか、お前のドラマ視聴率いまいちの上、話題性もなくてパッとしてねえじゃん。これからハリウッド的にいろいろ爆上げなのよ。バカトーマにはわからないでしょうけどね。で、そっちのあなたも新人？はい、オリベ翼です。よろしくお願いします、エレオノーラさん。翼ね。翼も私のことはエリーって呼んで、ハリウッド的に。うん、きっと私へのオファーね。はい、はい、よろしくお願いします。さあ、どんな仕事が来たの？新しい仕事のオファーよ、マモリちゃんの。なんていうか、そのどんまいエリー、次があるわ。いいのよ、私地方の仕事から帰ってきたばっかりだし、ちょっとは休まないとね。やれやれ、うるさいのが帰ってきやがったな。
お買い上げ。まあ、ここで来て。お買い上げ。まあ、ここで来て。さすが。お買い上げ。まあ、ここで来て。お買い上げ。まあ、どり。ここで来て。お買い上げ。まあ、どり。ここで着てっちゃう。さすが。へへへ。他にはまた来てね。